皆さん、こんにちは。相棒の杉下右京がハマり役となっている水谷豊さん。常に高視聴率で良い評判ばかりのドラマとは逆に、水谷豊さんは性格の悪さが評判のようです。また相棒の制作現場で男性スタッフによるセクハラがあったことが2月13日に発覚しました。主演である水谷豊さんが激怒し、シリーズ存続の危機に見舞われています。そこで今回は水谷豊さんの性格の悪さや今後の相棒について調べてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴ください。まずは簡単なプロフィールから紹介します。名前水谷豊、生年月日1952年7月14日星座蟹座、出生地北海道芦別市、出身地東京都立川市、血液型 A 型、身長168センチメートル、職業俳優歌手、映画監督、所属事務所トライサム、趣味手品、北海道芦別市野花南で4人兄弟の末っ子として生まれました。父親はすぐに仕事を変えては転々とし、家族もこれに伴い北海道の各地を転々。水谷豊さん自身は北海道時代の記憶はほとんどないと言います。少年時代に白黒テレビを見て、この小さな箱がどうやって映るんだろう、いつかこの小さな箱に入ってみせるぞと考え、これが演劇の世界に入る遠因となったとしています。ですが少年時代は演劇などよりも大砲の土俵入りの流麗さに憧れ、相撲の力士になりたかったようです。1965年、13歳の時演劇に興味を持ち、劇団ひまわりへ入団しました。1968年、フジテレビのヴァンパイアのオーディションを受け、俳優デビューと同時に主役に抜擢されます。しかし小さな箱に入るという目的を達成し、高校入学後に自分にはもっとあった世界があると思っていたことと、大学受験も考えていたため劇団ひまわりを退団し、一度芝居をやめました。その後2年間のブランクを経て、1972年、泣くな青春で芸能活動を再開し、様々なドラマや映画で活躍し続けています。テレビ朝日の看板ドラマとである相棒の杉下右京役が定着している水谷豊さん、シーズン1から出演していますが、相方役は何度か交代しています。相方役の卒業が発表されると同時に、次の相方役は誰になるのか世間では注目を集めますが、相方役が変わるのは水谷豊さんの性格が影響していると言われています。今まで相方役をされた人をご紹介します。1人目、寺脇康文。最初の相方役を演じたのは寺脇康文さん。もともと寺脇康文さんは水谷豊さんに憧れて芸能界を目指したと言われています。2人は相棒の前、1991年に刑事貴族2で共演していました。相棒が始まった当初は先輩後輩として良好な関係を築いていた水谷豊さんと寺脇康文さん、2人の相性はぴったりで、相棒は一気に人気番組へと成長していきました。ところが寺脇康文さんが徐々に作品に対して意思表示をするようになったことが、水谷豊さんは気に入らずに降板させられたと言われています。俳優としてより良い作品を作るために自分の意見を伝えることは大切なことです。しかし水谷豊さんが考えるドラマ「相棒」とは少し違っていたようで、番組スタッフも主役の意見を無視して寺脇康文さんの意見を取り入れるわけにはいきませんでした。そうした中で寺脇康文さんとスタッフの間に溝が生まれ、次第に水谷豊さんとの間にも溝が生まれていってしまったようです。2人目、及川光博。次に相方役を演じたの及川光博さん。及川光博さんは相棒での共演が縁で檀れいさんと結婚し、仲人を水谷豊さんが務めたことが大きな話題となりました。ところが及川光博さんの不倫疑惑が報道されたことで、潔癖症といわれる水谷豊さんの逆鱗に触れてしまい、降板することになりました。ドラマのイメージダウンにつながりかねないので、ある意味仕方なかったのかもしれません。
3人目成宮宏隆。3人目の相方役を演じたのが成宮宏隆さん。成宮宏隆さんの出演は水谷豊さんがラブコールを送って実現したと言われています。ですが成宮宏隆さんの演技に水谷豊さんが納得いかずに降板となります。いずれの降板理由も噂半分というところですが、火のないところに煙は立たぬと言います。全てがデマとは言い切れないかもしれません。相棒のキャスティング権を持つと言われる水谷豊さん、業界では性格が悪いという噂があります。水谷豊さんは相方役を降板させるだけでなく、主要スタッフも外してしまうほどの権力を持ち、関係者からは殿、天皇と呼ばれ丁重な扱いを受けているそうです。なぜ水谷豊さんがこれほどの権限を持つのか、それは相棒の存在が非常に大きいでしょう。テレビ離れが進み視聴率が 15% いけば成功と言われる現代において、相棒は常に 20% 近い高視聴率を叩き出します。テレビ朝日にとって相棒はまさにドル箱といえる作品です。その相棒で主演を務める水谷豊さんが重宝されないわけがありません。水谷豊さんの性格が悪いと言われるのは、このように関係者が丁重に扱いすぎているせいかもしれません。しかし本当の性格はいいという情報もありました。水谷豊さんの性格がいいエピソードを披露したのは、長らく相棒に出演していた川原和久さんと六角精児さん。お二人はすごいと思う役者として水谷豊さんの名前を挙げています。その理由として六角精児さんは気遣いがすごいと水谷豊さんの人柄や振る舞いを称賛しています。また川原和久さんも現場に入った時にスタッフも含めて全員と握手すると発言していますが、ある日を境に水谷豊さんはスタッフと握手をしなくなったことも明かしています。突然握手をやめたのは水谷豊さんの性格の悪さが出たのかと思いきや、そうではありません。水谷豊さんと握手をするためにスタッフが作業用の手袋を外すことを申し訳なく思ったからだそうです。そこから握手ではなくグータッチをするように変更したようです。長らく大ヒットドラマの主演を務める大物俳優でありながら、周囲に敬意を払う一面もある水谷豊さん。性格が悪いと言われるのは、水谷豊さんが本物の俳優であり、その求めるレベルが高すぎるせいかもしれません。そんな相棒は2023年で23年目を迎えます。過去に相棒20周年記念インタビュー企画と題して、相棒ファンを自称する著名人が相棒についてインタビューに答えました。インタビューに答えた芸人のカンニング竹山さんは、水谷豊さんとプライベートで食事に行くほどの仲なんだそうです。もともとカンニング竹山さんの奥さんが相棒の大ファンで、家に帰ると奥さんはしょっちゅう相棒を見ていると言います。録画して同じ回を2回見ることもあるのだとか。奥さんと一緒に見ているうちにカンニング竹山さんも相棒のファンになっていったんですね。カンニング竹山さんが語る水谷豊さんはというと、プライベートの水谷豊さんはめちゃくちゃ面白いそうです。潔癖症で厳格と言われがちな水谷豊さんですが、ユーモアたっぷりでノリツッコミみたいなこともするんだとか。また中華料理屋さんに行ってテーブルにポットがあると、やろかと言って紅茶を入れるシーンを見せようとするなど、面白いことが大好きなようです。カンニング竹山さんは、水谷豊さんの素顔は杉下右京さんとは全く違って、そのギャップが面白いと語りました。前述のようにたまに右京を出すなど、サービス精神にあふれていることがわかりますね。あの毒舌キャラのカンニング竹山さんが面白い人というのだから、素顔はネットで言われているような性格ではないのかもしれません。またトンネルズの木梨憲武さんともプライベートでとても仲が良いという水谷豊さん、芸人と仲良くしてるとは少し意外ですが、きっと水谷豊さんも人を笑わせるのが好きな性格なのでしょう。それにしても2000年からずっと愛されている、ドラマの主演をやり続けているなんて本当にすごいことですよね。そんな水谷豊さんが熱意を持ってやっているドラマ相棒の現場で、男性スタッフによる
セクハラがあったことが先日発覚しました。被害女性は2019年に東映に入社、ドラマやテレビ番組の制作に携わっていましたが、2019年から2020年にかけて業務委託する男性スタッフから手を握られたり、 LINE で執拗に飲食に誘われ、無視すると電話がかかってくるなどのセクハラを受けたといいます。スポーツ紙の記者は、水谷は現場のこういうトラブルが許せないタイプ、もともと高齢を理由に相棒シリーズを終わらせたがっていましたからね。テレ朝としては、なんとかドル箱のシリーズ存続を願い、水面下で交渉していると報じられていますが、これでアウトでしょう。現在放送中のシーズン21では、初代の亀山薫が復帰していることですし、ちょうどいい区切りになるかもしれませんと話しています。これには、相棒、ファンも怒り心頭で、刑事ドラマ、それも大好きな相棒で発生するとは、とても残念だ。我慢しろとか言ってる時点でおかしいだろ。右京さんは何やってんだよ。ここのところ、相棒の女性蔑視話が、きつくて見てなかったけど、制作者がこういう感覚なら納得。もう番組打ち切りでいいだろ。相棒もそろそろ終わりだな。セクハラ現場で作られたドラマなど見たくないわ。といった声が上がっていると週刊実話ウェブが報じました。いかがでしたか？水谷豊さんの性格について検索すると、圧倒的に性格が悪いというエピソードが目立ちます。長年ドラマ、相棒を支え続けているだけに、いろいろと憶測を呼んでしまうということもあるのでしょう。そんな相棒も23年目。セクハラ問題や水谷豊さんの高齢などの理由で、終わりを迎える日がそんなに遠くないかもしれませんが、続く限り応援していきましょう。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれたら嬉しいです。チャンネル登録、高評価もお願いします。それでは、また。